いいの。あ、どうぞー。はい、じゃあ決勝戦いきまーす。 1P 側 FAB ボシャムキン中村ミラキーシャファーストスイム先方キーシャファースト、はい、2P 側スーパーインマンカイ投げファーストガクロボチーム先方ガクロボ。あ、父が先だよね。やっぱなんか合ってた。よかったよかった。歌ってみると分かるよね。コメントに拾われてるの今初めて知った。おー、めっちゃゲージ回収した。強気のゲージ回収。さあ、そして次は熱量ゲージを溜めて捉えて、やべやべ、本物になってる。画面足一気にダメージ奪って、画面足大きさめの状況。 S ハイからダメダメ、熱量溜めて、これはしっかり拾えない。タッチ系で返す。エンヤスロボキャンからのエリアルコンボ対策してくる。キーシャワーストね、サブキャラでロボ界も使っていた時期もありますので、ここら辺の細かい対策がやはりうまいんでしょうか。さあ、投げ入って、ここは奥攻め、2K が通って、ホステージの C 前 P が、あー、どうしたんだガクさん今日は。あーっと、コンボミスから殺し切られてしまった。2P側じゃ B バンダイはね、結構いいコンボしてたんですけどね。さあ、まず刺さってバーストを使ってしまう。突進から前 P、 ここはコパンで返す。 2K から 2P 足払い、愛を投げて細かくいくが 2K で返す。さあ、2敗から、ここはなかなか前に出れないが、マイピー、今回から追加された新しいガトリングルート、これのおかげでダウンが取れます。しかし、ドリルが 2K に刺さって、タッチハイ装填。さあ、ここを隙を消しながら攻めるキーシャワースト、完全に今のところ封殺しておりますが、え、画面が行くと戻ってこないんだ。あ、なるほどなるほど、そういうことですね。さあ、ガードして、さあ、エンス、先ほどならね、もうすでにもう方向は決まっていたみたいですね。さあ、出てくるのはどちらでしょう。残っているのは投げファースト、アインカイですが、契約同キャラ戦は避けること。さあ、行きましょう。キーショファースト対するは投げファースト同キャラ戦。カイには回さずファースト対ファーストで頑張っていく感じ。おみくじのリハ、そうですね、明日世界が終わらなければね、新年引けますんでね、おみくじ。さあ、めってたらいでガンガン返されてしまうが、ドリルガードから何もしない。ガンダッシュ 2S ジャンプキャンセル、ドリル爆弾ガード。さあ、 2S 下から攻まりくる投げファースト、マックスで距離を離してジャンピー、ここは当たってしまったが空中フライ、ホームランにはなりません。投げてマイピーから装填、ドリルマイピーガード、あ、湿ったロマキャンでドッグプラス落として奥攻め、ここではドリキャンジャンケー、一本選手は投げファースト。さあ、開幕総裁バックステップで距離を取っていくのは投げファースト。メテが降ってきて足払い先端、2敗からも投げて、おお、空中投げ、チビと一緒に攻める、バックステップにヒット、ここでダウンを奪って一気に画面端、チビファーストが下にいるので安心して上から攻められる。ドリル、あっと投げて、ケガさんね、立ち合いからここは送電、しっかりガードしきって、ここは両方ともお菓子を回収していく。投げファースト、アイテム体力回復、そしてドリル、バースト待ったか、キーシャバースト上海当たらず、
ファースト飛んでジャンピーマイピース、そしてお互い投げ押し、物を投げたのは投げファースト、2敗は刺されず、テイクない、お互いに気まずい状況でしたが、ちくわゲット、これはやばいぞ、マイピースって、これはやばい、しかしジャンハイ、しっかりする、なんだなんだなんだ、ローマキャンからジャンハイスラー、トロス、ジャンハイも一緒。何を狙う？鉄あれ？ちょっと距離置いて足払いに勢いよいっす。さあジャンプハイスラー返す、コパンで返してサードする。さあ全然ついてないキーシャワースト。さあ流れは物投げによって変わるか。メテオが来てお互いに同じ行動をしているんですが、あーちくわありがとうございます。メテオが投げファースト、うわーやっべー、明日は本当に世界が滅びてしまうのかもしれない。メテオドリル、しかしガードを固める。なんだなんだ、外れしか出ねえぞキジファースト、物なんか投げなくていいんだ。空中ダッシュジャンハイ、ジャンハイからこちらジャンハイ返し、スラッシュバック失敗、しかしこれは毒、本当にいい感じにアイテムがキーシャワーストを苦しめる。本当に投げないキーシャワースト、向こうの回転率だけ上がるだけ。ドリルで相打ちダッシュ、先ほどはモノ投げを見せていたので2敗でダッシュを止める。ここは最後はもうなものを投げる気力もなく勝ったのは投げファースト。やばいねやった、触れたぞボイズンしかも向こうが全部回収さあ出てくるのは中村ミリア中堅戦。さあ行きましょうさあ亀梨 2K からダッシュ、針投げて S から、ここはガードの硬い投げファースト、うわータスピーしっかりタンデム、これはピヨリが見えてくるぞ。ジャンプキャンセルしっかりガード、さあシークレットガーデンありがとうございます。メテオもガードしてダッシュメッター、さあちょっとなんかあーかーん、やはりね今回の老怪はバカにできませんね。さあシークレットガーデン走り抜けてくる、あっと自爆、さあ空中ダッシュ、これはいい指導でしたが 2K 指導じゃない、 2K が挟まっているので、あいだいだいだ手伝い画面端ハンマー、これは来てる来てる、まあ、物投げときゃいいぞみたいな感じになってましたが、マイケーエメラルドレインジャンケー返してジャンディ今度は叩けばお芝居だ。さあ悲しい、あいよししっかりダウン奪って返すが、ジャンハイ投げ失敗、そしてレレレの超気で画面端に追い込んでいきなり追いーす。さあ中堅戦制したのは投げファースト。さあ行きましょう、大将中堅戦です。大将で出てくるのは FAB ポジャムキに対しまして、中堅大将にアインマン残しての投げファースト。2012年12月19日天から降り注ぐものが帝を滅ぼすまず滅ぼされたのはギルティギアのプレイヤーであったやべえハンマーハンマー、メテオ今日は来てるぜ、人類滅亡してるぜ、やばい、マヤメテオや、マヤメテオやばすぎる。それを救うは赤色の勇者かやばいぞマジ、今日来てる、物投げればいけるって雰囲気が出てます、いけるやんみたいな。さあ捉えていった、ポチョムキンバスターから
ここはバックステイ、コッパンティ、また距離離す、手伝われ、やばい。払いのね、サーチする瞬間がわからないよね、ハンマーが降ってくる。コインが出て、逃げ、こっちはい、ここは、ここでコンボちゃんで落として、物投げる、ポイズンプラス逃げ、立ち配、画面端、ボーン。から、もう一度、ボーン。からの、手伝われ、動けねえじゃん、これ。どうすんだよ、ハンマー。悟空、前に出るのない。もう一個投げようかな、手伝われ。もう一個投げようかな、体力回復して、投げようかな、みたいなね。そう、地上どうするんだみたいなね感じになっておりますが、体力ドットゲージもドットスライドヘッドは装填、優勝優勝投げファースト。さあコイン、そして飛ばないといけない、逃げないといけない、そして近づくチビファースト、足場に差し込み、さあ投げ漏れを誘っていた、あ、おいしい、しかしポチョバスはドリル返す、ポイズン。さあタライからの、なんだったんだ今の、あですよね、メテオ、あー、しかしハンマーホールあってよかった、ガードポイント、あーまあか、あーいって、刺さって、5位ぐらいで一気に画面端、メッタから当たって逃げる、メガフィスト、エース差し込み、体力回復しときます、スタイブリッタチケで追い返して勝ったのは投げファースト。さあそういうわけで本日の優勝はスーパーアイマン2回、ガクロボ投げファーストチームとなります、おめでとうございます。やはりね、あれですね、マヤの予言でございますよ、本日はねメテオデーということでね、明日メテオ降ってくるらしいんですよね、ちょっと本日早めにメテオ投げときましたということでね、まあ、立ち回りも素晴らしかったんですけどもね、やはり。じゃあ、そんなわけでね、あと2回しかありません。本日の目標大会、あ、違う、来週ラストか、目標大会。来週あればね、大会を行いますので、本日の大会お疲れ様でした。の試合代もね、1セット増えて、常に3セットは対戦ができるようになりましたので、ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、よろしくお願いいたします。本日はお疲れ様でした。